歌手のガクト氏が27日に、自身の XQTwitter を更新し、ドジャースの大谷翔平投手の問題で騒ぐネット民に向けて苦言を呈しました。ガクト氏は相変わらず他人の問題に、お熱な人間が多すぎる。真実がわからない個人間の問題に、口を挟むのは野暮。それで金を稼いでいるメディアならまだわかる。だが、無関係で無利益なことに、騒いでる奴らは何なんだ。暇なのか、それとも自分の劣等感を、些細な優越感で満たしたいのか。誰の問題で騒ごうと進歩はない。もっと自分に時間をかけようぜ。人生は短い。他人に構ってる暇などないはずだと、知見を綴りました。